直接結構お客様の声をあのパン作りに生かしているので、アドバイスくれる方もいらっしゃって、まあ、社長は結構それを真摯に受け止めてパン作りの方に生かしているので、そういうところが結構お客様にも愛されているのかなと思います。今年で開業して30年以上になるベーカリー森の熊さん。お店は店舗を持たない移動販売から始まりました。移動販売を始めた理由も、お客さんと正面合わせてこうお顔を見て販売しながら感想を聞いたりとかするのがしたいっていうのがあったみたいで、お話を聞きながらお客様のニーズに合わせたパンを作りたいっていうことで始めたみたいです。店の創業者である父木本貴晴さんの思い、娘である甲斐桃子さんもその思いをしっかりと受け継ぎ、お客さんのもとへと直接パンを届ける移動販売は今も続けています。50種類ほどのパンが日替わりで並ぶ店内、中でも気になったのがこちら、たこ焼きパンです。タコにキャベツに紅生姜、さらにたっぷりのマヨネーズも入ったたこ焼きパン、ソースとかつお節、青のりをトッピングすれば見た目はたこ焼きそのものです。懐かしがって買ってくれるお客様も多いですし、結構しっかりあのマヨネーズも入っててがっつりしてるので、あの男性の方とかにも人気があります。このたこ焼きパンもお客さんのマヨネーズの量を増やしてほしいという声に応えリニューアルしたそうです。そしてメニューだけでなくこんなサービスも。うちメロンパンの種類が結構多いので、あの何メロンパンっていうのを選んでもらえるのと、あとプラス30円プラスしていただくだけでクリームが選べるようになってます。それがメロンパンにクリームをサンドしてもらえるサービスです。6種類のメロンパンと7種類のクリームから好きな組み合わせが選べます。ということでメロン味のメロンメロンパンに北海道メロンクリームを選んでみました。美味しそう。メロンが濃い。メロンパン自体は結構あのシンプルな美味しさなんですけど、だからこそこのクリームが入ることですごくこうバランスが取れてます。濃いメロンの風味がしっかりとしてます。一番のこだわりはやっぱなるべく手に取ってもらいたいというのがあるので、金額とか値段をリーズナブルにでも美味しくっていうところを一番目に置いているので、ちょっとでも単価を抑えれるように材料探しとかそういうところをやっぱ結構細かくあのいろんな業者の方とかとお話ししながらあの一つ一つ作ってます。たゆまぬ努力を積み重ねながらお客さんのニーズに応え続けるベーカリー森の熊さん。これからも思いのこもった焼きたてのパンを届けます。